最初にこう音楽が流れて街並みが出てきて、なんかすごいってこう見てたら、突然その初音ミクちゃんが目の前にボーンって出てきて、ちょっと狭いとか、ちょっとネットとか漫画だけかなとか思ってたんですけど、開花図さんはちょっと違いますよね。店内の様子がすごい綺麗で、ビリヤードとかダーツもあって、なんか一日中楽しめそうだなと思いました。その VR ももちろんですけれども、こうなんかいろんなものを取り込んでいって、もうなんかネットカフェだけじゃない、店内も清潔感があって、本当に女の子一人でも来やすい環境だなと思いました。インターネットカフェのイメージをこうもっと明るいものにしていきたいと思っていまして、フォトを提供するコンビニになろうという。今までのインターネットカフェはコミックだったりインターネットだったり、それを目的にご来店いただいていたかと思うんですけれども、それからは一度購入していただいて、お客様自身で過ごし方、楽しみ方を発見していただける場所になっていくと思っています。老若男女がいつ来ても誰と来ても楽しめたりくつろげたりする空間として提供したいと思っています。なんかもっともっと増えればいいのになと思いました。